はい、じゃあね、ノースフェイスがね、やっぱ好きすぎて、ちょっとね、その、どんくらいゴアテックスが、水を弾くか、みたいのを、ちょっとこうやってみたいと思う。で、ゴアテックスってね、やっぱいいのは、こう、水弾くだけじゃなくて、多分そう、すごい通気性とかもいいけどさ、薄いと思うね。で、多分こう、風とかも、ある程度こう、ブロックするし、もう俺本当これ考えてた天才で、しかもこのクラシックなこうゴアテックス素材が、まあ、今でも続いてるっていうのもなんかすごいこう面白いし、まあ、やっぱさすがノースフェイスだね。なんかやっぱデザインもかっこいいし、こうタフな感じもかっこいいし、やっぱどうしてもね買ってしまうというか、もうまあ見てしまう。俺もいつもねこうオンラインとかで見るんやけど、やっぱかっこいいで、ね、ちょっとねこうこれに水を垂らしてどんなもんかっていうのを、ちょっとこう俺もやってみたいです。もう楽しみ。はい、じゃあね、俺本当なんでこんなゴアテックスばっか集めたのか知らんけど、まあでもちょっと、せっかくノースフェイスのこのコップもあるし、これに水を入れた状態でちょっとかけてみようと思うわ。まずこれからいこうか。このノースフェイスのキャップは多分、なあでも日本で買ったのも5年前くらい。これ今でも使っとるけど、水弾くかは知らん。ゴー。見えた方がいいな。おお、もう、もろ弾きやね。ていうかもう、実験が終わっちゃうくらい、この、ジャケットにもやっぱ、全然弾くね。これちょっと行ってみようか。うわこんなすごいね。この辺はなんかさすがじゃないけどかっこいいわ。これがすごい。これ多分ね、そのゴアウィンドストッパーってことは、これほんとね、このレインっぽいゴアテックスっぽい素材じゃないんやけど、だけどなんかすごい俺、自転車とか乗るけどね、本当自転車でこう布系とか乾けたら草になるし、水がそういう入ってくるんやけど、ちょっとやってみようか。すごいね、これ。見えるやろか。余裕弾きやね。っていうかまあ、面白いね、これ。やってみようか。全部じゃらじゃら。うわ、こんな味だ。気持ちいいわ。しかもあったかいやろうけどね。なあ、買ってよかった。マジこれ水が戻っとるわ、これ。これがすごいね。あ、でもこっち側ちょっと染みたな。あー、これちょっと表だけやね。多分ね、裏はね、こうグリップみたいについとって、ちょっとスポンジで、水がちょっと絞れるね、これ。あんまつけたけん。と言いながらも、意外と中は、あー、水入っとらんわ。めっちゃいい感じやん、これ。中華すごい、ほんと。弾きまくりやん、これ。あー、やっぱこれすごいわ。この、俺ちょっと名前わからん。タッチスクリーングローブっていうかね。こういうスマホとかも多分こうパパッとタッチできるような
これグローブやと思う。でね、さっきね、やっぱこう水をこう、この表側はものすごい弾くんやけど、この中は多分あったかくするような仕組みなんと思う。その水がこの中に入ってちょっと冷たいけどね、まあそうか、まあ気をつけとけって話よね、きっと。自分でやっぱこうやって、結局外はもう余裕で、多分こうバイクとか乗っとっても、チャリを乗っとっても、まあ余裕でこう水とか寒さをこう防いでくれない、風を防いでくれないんだけど、まあ直接この中に水入れたら、まあ、そりゃ、うん、染みるわ。で、うん、単純に染みとる、うん、だけどね、まあ、使い方さえ間違えんかったら、これすごいいいんじゃないかなと思う。うん、ちょっとやっぱこれで、うん、今年の冬はちょっとこうチャリで、チャリもね、なるべく快適に行けたら、うん、そうというのも、やっぱね、雨の日はね、ほんとね、自転車乗りにとってはちょっと辛いね。だからそれがまあ快適になると思ったら、俺はちょっと今年いい買い物しちゃないかなと思う。しかもゴアテックスすごい舐めとったね、ほんと。ちゅうわけでゴアテックスどんなもんか、テスト動画でした。